これほどの参加者がいるんだ。早速わしの自力で見て回るとしよう。わしはその2つを兼ね備えておる。参加したくて足りないというわけですね。ならばあなたの魅力を発揮してみる。この勝者今こそ魔性を見せろ。神に。あんたたち見せ物じゃないんだけど、まあいいわ。みんな私を守って。完膚なきまでに叩き潰す。まさか、まさか私が見誤るとは。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。さすがは鬼神の名を持つ人間よ。だが勝負はわしの勝ちだ。ゼウスがあそこまで強いか。両不動の強さからが本番よ。参るぞ。えい、動じるな。慌てては敵の思うツボだ。お任せを。行きます。鬼で突撃せよ。精を上げて攻めかかるのだ。すぐに終わりにしてやるぜ。さっきは素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいが、わしの魅力になびいたようだ。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。わらわが守ってみせるのじゃ。試してやろう。貴様の意志する力を私が打ち勝つ。わしは嬉しいぞ。さあ娘たち、遠慮なくわしの胸に。あの素敵な軍師様ですね。ぜひ私たちとお話ししませんか。おや、お待たせ。ここは神の顔が高く欲しかった。全くもってその通りです。おねね様がいるからこそ俺たちは体を張れる。本体がじきじきに殴り込みだぜ。さあ、しろくしろくお待たせ。今度は包容力と奇跡。やはりわしは両方を持っておるぞ。
どかに別行動を発揮する。私が討ち取りました。ならば両方本人を見つけ出し手の後を阻止しよう。わしの知性を証明するためにな。お前たち忍術ガチで天下無双ねっ。嬉しいこと言ってくれるね。だったら私頑張っちゃうよ。チアが頼みにしています。華麗に勝ち、両毛殿の魅力を世に示しましょう。頼りにしてますよ。あんたの頭なら、どんな苦境も跳ね返せるはずだ。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができて、わしは嬉しいぞ。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。出しちゃったかな。あの包囲を打ち破ったのはわしの勝ちということでよいな。休み切れよ。誰が最も魅力があるのか。いかがですか。これで明らかになったのではないか。閣下。そうだ。では、優勝者は
待て、俺の魅力は父ゼウスをも上回るぞ。アレス殿、このモブ戦は一人では参加できない。推薦人を連れてきてくれ。問題ない、アテナが推薦人。バカらしいとは思ったが、アレスにどうしてもと言われたのでな。遊んでお任せを。素晴らしい活躍、人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。愛の助けを。やるだ、まさに無双の子だ。人間の力も侮れんな。逆らう相手は間違いだ。その朝後悔させてやろう。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。お任せを。遊んでやる。お任せを。お任せを。やはり父にはかなわないか。最強だ。思惑通り仲間が落ちた。リンゴを投げ入れた金があったという。お任せを。ほう、不破の神エリスは奴だったか。随分とまどっこしい手を使ってくれる。ここは一丸となってオーディンに当たらねばな。オリンポスの神の魅力、強さ、見せつけてやろう。承知しました。大魔女よ、あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。見えた時にはお前を滅ぼそう。最初はなぜ推薦人という面倒な規則を設けたのかと思ったが、魅力とは一人で宣言するものではない。それを認め支える者がいてこそということだな。ええ、気づいていただけたようで何よりです。